まもなくデビューの115期生、森田太陽選手にお話を伺います。森田選手、お願いします。よろしくお願いします。さあ、じゃあまずは、ボートレーサーを目指すきっかけから教えていただけますか？自分も高校3年生の時なんですけれども、はい、自分の母とテレビを一緒に見ていた時に、ボートレーサー募集の画面があって、で、それで自分なれるかな、みたいな冗談で言ってたら、自分の母が昔、ボートレーサーになろうと頑張っていたことを聞いて、で、その話を聞いて、自分もなりたいと思って目指すようになりました。初めてお母様がボートレーサーを目指してたってことを聞いたときはどう思いましたか？いや、もう本当にびっくりしました。はい。自分のお母さん、そんなに体を動かす感じのイメージが全然最初なかったので。はい。森田選手自身は、ボートレーサーのどんなところに魅力を感じたんでしょうか？昔スポーツとかやってて、なんかやっぱり男子と女子の差を感じることがすごく多かったんですけれども、ボートレーサーは男子女子関係なく、対等に戦えるスポーツがすごく魅力的で。ボートレースを知るきっかけになったことは何だったんですか？もう母もあるんですけれども、父の知り合いで松鳥優希選手から、いろいろその話を伺って、ボートレースのことをたくさん知って、興味がすごく湧いて。じゃあ、大和学校を受験する前に、松鳥優希選手とは、何度かお会いしたことがあったんですか？はい。いろいろ教えてもらったりして、お世話になりました。はい。何かお話を伺っていた中で、印象に残っていたこと、残っていることってありますか？そんなに苦しくても、卒業を諦めなければ、自分がやれることをやり続ければ、頑張ったら、ちゃんと立派なレーサーになれるという話を聞かせてもらって、はい、目指すきっかけが、はい、くれたというか、はい、感謝してます。はい。はい、そして、大和学校は、何歳の時に受けられたんでしょう？自分は、高校の、高3の夏に、114を受けて、それは一次試験で落ちてしまったんですけど、115の試験で受かりました。はい。114期の試験が不合格だったとき、諦めたいなっていう気持ちにはならなかったですか？自分ではなれないのかなっていう不安とかはすごくあって、でも、やってみなきゃわかんないので、とりあえず、諦めずに。やりました。はい。115期の合格通知が来たときは、どんな思いでしたか？自分の合格通知は父が開けたんですけど、その父の叫び声で自分は嬉し泣きしました。ああ、そうだったんですね。はい、お母様が目指してたっていうこともありますし、ご家族の皆さんもかなり喜ばれたんじゃないですか？はい。今は本当に家族の応援があったから、頑張ることになります。でもそこから大和学校の厳しい日々が続いたと思うんですけれども、大和学校を振り返っていかがでしたか？成績が下位の方で、すごく辛いことの方が多かった気もするんですけど、仲間とかに囲まれて、なんとか卒業することができました。はい。何が一番辛かったですか？自分はリーグ戦で、最初の方に事故をたくさん起こしてしまって、それで、リーグ戦の途中から恐怖心がすごくついてしまったんですけど、その恐怖心を取り除くというか、自分を変えることがすごく辛かったです。そこを乗り越えるにあたって、どんなことを大事にしていきましたか？はい、やっぱり怖がってたら、全然着も取れなくて、レースにも参加できなくて、やっぱり自分のためにもならないと思って、
とりあえず必死に、事故は絶対に起こさないって思いながら、自分の中で責める気持ちを常に持って頑張りました。はい。大和学校に入る前と、卒業した後、ご自身の中で成長できたなって思うところはありますか？やはり、入ってから自分の考えの甘さというか弱さがすごく見えて、そこを、初めて両親とかと離れて寮生活で暮らして、両親の大切さとかも感じながら、自分もストイックに頑張れたと思います。はい。そして間もなくデビューを迎えるわけですけれども、はい、まあ、どんなレーサーになりたいですか？自分は、やっぱり、目標とされるような、まあ、自分の師匠でもある、本当、綾子選手のような、かっこよくて、堅実で、謙虚なレーサーになりたいです。はい。レーススタイルとしては、はい、ご自身の中で、こんなレースができるようになりたいな、こんなレースを、のスタイルを作っていきたいなっていうのはありますか？自分のレースは、まず、スタートをちゃんと決めれるようになって、それから、レースには、ちゃんと参加して、で、最後まで諦めない、頑張り続けるというレーサーに、レースをしたいです。うん、はい。さあ、では、最後に、カメラに向かって、ファンの皆様に一言お願いします。はい。4849の森田太陽です。未熟者ですが、一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。